出来損ないと呼ばれた元英雄は実家から追放されたので好き勝手に生きることにした。まあ、正直な感想を語っていくと、俺はこういうなろうは嫌いじゃないです。ただ、出来が良いか悪いかと言われたら、まあ、出来は悪いアニメでしたと。ここら辺ハピネットなんちゃらさんが関わってるアニメって、なんか納期も予算も出てないなというのが正直な感想なので、まあ、その例に漏れないかなと思うんだけど、さあ、俺ね、特に今期はそうなんだけど、出来の良し悪しと好き嫌いは別だなと思ってて、まあ、そりゃ出来の悪いアニメはみんな嫌ってると思うんだけど、今はそこに知名度補正もあるんだけど、まあ、そんなもん抜きにして、まあ、ぶっちゃけた話しちゃうと、俺は隣の妖怪さんの方が出来は良くても大嫌いだし、まあ、あの作品についてはまあ別に機会に置いとくにしても、俺は今期のアニメの中で一番不誠実だと思うのはジ・ニューゲートだと思ってるから、というよりも笹恋がもうあまりに不誠実だからそれに引っ張られてるっていうのはあるんだけど、まあ、出来損に関しては、まあ、イキリ主人公とかいろいろあるんだけど、なんか普段は下請けの仕事ばっかりやってるマービー・ジャックさんがメインでやってるっぽいから、まあ、そこら辺雑な仕事になってるって感じもするし、なんかさ、T.O. ブックスさんの話しちゃうけど、あそこ、本好きの下剋上やティアムーン帝国や最弱テーマーみたいに、幼女が地に足ついて頑張っていくような話だったらいいんだけど、割と出来損ないは、これ言っちゃうと怒られそうだけど、アニメの大変に引きずられてるなと思った。でも T.O. ブックスさんの強みってこういうんじゃないよなと思う。最弱テーマーとかさ、スタジオマスケットさんが、まあ、中華系のスタジオっぽいんだけど、でもあそこがめちゃくちゃすごいアニメだったから、まあ、今後、本スキー4期とかやるんだったら、ああいうのをちょっと目指してほしいなと思う。出来損ないの路線はやんないでほしいなと思ってる。で、出来損の話なんだけど、まあ、原作が完結してるっぽいのがいいね。まあ、もともとナローで1年半ぐらい投稿されてて、まあ、そこで綺麗に終わってるから、まあ、それがまあ選ばれた理由かなと思うんだけど、まあ、実家にざましてからそれでやること終わったからいいかなという感じと、まあ、なんだかんだ強い主人公が雑にハーレム作って、まあ、雑に無双して、まあ、雑に第二の人生エンジョイしてるところとか、まあ、そんな嫌いじゃないっていうか、逆に貴重なんだよね。だってさ、まあ、夏は見下せるナローいっぱいあると思うよ。今期はさ、そんなないじゃん。無職転生やコノスバはめっちゃいいし、第7王子と鑑定スキルはちゃんといい立ち位置についてると思うし、レベルにチートは一気に化けたし、月道やアンメモやリモンあたりもまあ安定してたし、まあテンスラはまあ人選ぶけど、まあテンスラはテンスラだし、あれももうナローのくくりで語っちゃいけない作品だからね。まあ、出来損はなんかこう、ナローらしいナローしてるなと思ってて、まあ、個人的にはそこもまあ、嫌悪感には繋がないかなと思う。まあ、だってさ、どこもかしこもさ、気合入れてアニメ化作るっていうのはまあ無理だろうし、というか低予算アニメは絶対にどっか出てくるから、じゃあ、その中でやっていくと、落とさないということだけで、まあ、加点要素にはなるかなと思ってるし、まあ、正直出来損はさ、あれ、ナローのサンドバッグだと思うよ。でも、ナローのサンドバッグって貴重じゃん。だって俺、第7王子や鑑定スキルはちゃんと、せめてワンクール最後まで見てから語れって思うし。っていうか、ちゃんとナローらしいナローってさ、逆に貴重になってくるかもしんないから、感謝すべきだと思うし、放送枠を埋めるためだけに頑張ってるってのは、まあ悪いことじゃないからね。まあ、古賀和臣監督はもうちょっと仕事を選んでほしいなって気持ちはまあなくもないんですけどね。まあ、ジャンタマ2期は良かったけどね。まあ、何度も言うけど、隣の妖怪さんよりはマシだからな。ここで開発って言うとみんなそっちについていくから、隣の妖怪さんって言うけど、俺は別にさ、主人公強くてもいいと思うんだよ。弱い主人公だったら戦隊大刺客や鑑定スキルだって、まあ、刺さるわけじゃん。T.O. ブックスで言うんだったら、まあ、最弱テーマも良かったじゃん。まあ、出来損に関しては本当に量産型ナローだと思うけど、俺は量産型ナロー嫌いじゃないです。まあ、サンドバッグにするんだったら、まあ、仕方ないかなと思うんだけど、他のナローも見た上で、まあ、噛み締めながらやってほしいなと思う。それだけ今期のナローって本当に上積みが多かったからね。まあ、そんな中で上積みの中の泥でした。